大原のしだれ桜大原のしだれ桜大原のしだれ桜は、大分県日田市島の大原八万宮近くにあるしだれ桜の巨木である。大原の大しだれ桜、大原おしだれ桜とも呼ばれる。樹高12メートル、幹回り2.2メートルで、樹齢は約200年。1998年8月に日田市の保存樹に指定されるとともに、水橋日田。 環境百選に選定されている。また、ピア編集チームによる桜の名所百選にも選定されている。江戸時代後期に造成された農業用水の省が政治沿いに立ち、数百の枝が維持に覆いかぶさるように至れている。例年、満開の時期には、北市観光協会によってライトアップが行われる。旅重なる国替えのため、引っ越し大名というあだ名まで付けられた。 松平直則は、天羅2年2月7日に、張間国姫路藩から、文語国人と藩に違法された。直則の家老であった吹雪屋当主の娘は、北の地で嫁いだが、直則は、北への違法からわずか4年後の状況を3年7月に、出羽国山形藩に違法されることとなった。このため家老である吹雪屋当主は、マ娘と別れ、直則に従って、 山形へ移らなければならなくなった。そこで、吹雪や当主が下に残る、娘のことを思い植えていったのがこの桜であると伝えられている。ありがとうございます。